感謝していただきます。今日は珍しくグリーンが入って伸びる入ってます。これ伸びるの根っこ。まあネギって感じですね。これね、島唐辛子入れようかなってすげえ迷ったんですけど、もうちょっと置いて入れようかなと思った。
ちょっと 油入れすぎたな。大さじ4杯ぐらい使ってしまった。っていうのは、昨日天ぷらをした時に、天ぷらフライかフライをして、まあいいか、フライをして余ってたんですよ、油が。捨てるのもなってね、それなら俺の体に入れてやろうと思って結構入れちゃいました。今日は、うまくいくかわかんないけど、ゴーヤの、まあ、支柱を立てようかなって思ってるんですけど、ゴーヤの支柱って、まあ、ネットとかで調べてないんですけど、ゴーヤって結構なってんじゃないですか。で、俺もいろんなとこでゴーヤ見てきたんですよ、なってるとこ。見るとやっぱりゴーヤってなんかこう、なんつうのかな、四つ角にみんななんか支柱があって、こう安定感があるんですね。それがね、俺の頭の中で、まあやろうと思えば簡単なんですけど、ものをそんなに揃えずに、今あるものだけでどうやってできるかなって今考えたら、ちょっとは、熟してんのかな。から、まずちょっとね、それか今ね、支柱はうちに余ってるやつあるんで、それをウッドデッキに立てかけようかなって、ちょっと考え、ちょっと分かんないですね。ただまだ台風が3つぐらい来て、2つか1個もういったね。で、2個今通過しようとしてるでしょ。まあ一応支柱だけ立てといて、ゴーヤを今も発芽しだしてきてるんで、本当は定着させたいんですけど、まあちょっと風が強い、まだ台風がねある時期じゃないですか。まだちょっと下げといた方がいいのかなと思って、今日は、まあ、バタバタ今から行って支柱を、そうね、新条件に立てようかなっていうのもちょっと考えてはいるんですけどね。まあ、とりあえず今から支柱立てに行ってきます。ということで、今日も皆さん楽しい一日、安全な一日、1分1秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。